アレンタウンはアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部に位置する都市、同州リーハイ軍の軍庁所在地である。人口は118,032万 8, 人で、フィラデルフィア、ピッツバーグに次ぐ、州第3の都市である。市はリーハイ側に沿っており、隣接するベスレヘムとイーストン各市と共に、ペンシルベニア州東部とニュージャージー州西部に及ぶ、リーハイバレーと呼ばれる都市圏を構成する。 リーハイバレー全体で、の人口は82万1173人を数える。フィラデルフィアの北60マイル、ニューヨーク市の西90マイルに位置する。人気の高いアミューズメントパーク、ドーニーパークワイルドアウターキングダムが近くにある。また4年生カレッジのシーダークレストカレッジとミュレンバーグカレッジが市内にある。今日のアレンタウン市となった地域が最初に、 開拓されたのは1735年であり、その後1762年に、ウィリアム・アレンによって、ノーザンプトン町として整理された。アレンは、裕な海運省であり、ペンシルベニア植民地の藩地で、元フィラデルフィア市長であった。町が作られた土地は、1735年に、アレンが、ウィリアム・ペンの息子から購入した5000エーカーの一部であった。アレンは、 ノーザンプトン町がイーストンに代わって、ノーザンプトン郡の郡庁所在地となることを期待し、またリーハイ川に沿っており、フィラデルフィアに近いことから、地域の商業中心にしたいと思った。アレンは、息子のジェイムズに資産を譲り、1770年、ジェイムズは、父親の狩猟用の小屋がある場所の近くに、トラウトホールと呼ばれる夏の住処を建てた。 1811年3月18日、この町は正式にボロになった。1812年3月6日、ノーザンプトン軍の西半分がリーハイ軍となり、ノーザンプトン町が軍庁所在地に選ばれた。1833年4月16日に町名を正式にアレンタウンに変えた。この名前はすでに長い間そういう通称とはなっていた。 1867年3月12日に姿勢を敷いた自由の金は1777年9月24日から1778年6月までアレンタウンのオールドシオン改革派協会の地下室に隠されていた詳細は自由の金を参照アレンタウンはアメリカ独立戦争の時に自由の金をイギリス軍の目からうまく隠し合せた場所として 歴史的な意義がある街である。1777年9月11日、ブランディワインの戦いで、ジョージ・ワシントン軍が敗北を喫し、革命政府の首都であったフィラデルフィア市は、無防備な状態となったので、避けられない、イギリス軍の攻撃に対する準備を行った。ペンシルベニア植民地最高執行委員会は、市内にある11の金を下ろして市内から運び出し、 イギリス軍に取られないようにするよう命令を出した。この金には植民地議会議事堂、クライストチャーチ、セントピーターズチャーチなどの金が含まれていた。イギリス軍が金を捕獲すると溶解して大砲に居直す恐れがあった。これらの金は北のノーザンプトン町まで運ばれ、現在のアレンタウン市中心にあるオールドシオン改革派協会の地下室に隠された。今日、 教会地下室の生態が自由の鐘の隠されていたまさにその場所を示している。それは自由の鐘の実物大公式レプリカであり、横腹には独立当時の13世国旗が巻かれている。産業革命及び第二次産業革命も参照1830年代以前のアレンダウンは地域市場のみの小さな町だった。しかし、リーハイ運河が開通して、 町の商業と工業の能力を大きく高めた。このことで大きな産業化の波が訪れ、国内でも最大の重工業と製造業の中心地の一つになった。アレンタウンは隣接するベスレヘムほど大きくはなかったが、地元の製鉄業で多くの雇用を生み出した。リーハイバレー鉄道などの鉄道が原材料と製品の輸送に重要となり、これも当時の大きな雇用元となった。 この地域の急速な経済成長の期間は1873年強行と長期不況という二つの出来事で止まった。製鉄業と鉄道産業に加えてビールの醸造でも強い伝統があり、ホーラカーブリュワリー、ノイバイラーブリュワリーなどのいくつかの著名な醸造所があった。これらの醸造所はギネスに売却された。1901年のアレンタウン長官20世紀初期の 経済回復は絹など繊維産業でもたらされた。アデレードシルクミルは当時の世界でも最大級のものだったが、1881年に開業した。1928年までにリンハイバレーには140の絹と繊維の工場があり、地域でも2番目の製造業になった。1930年代までに合成繊維が絹にとって変わり、絹製造は世界的に減少した。 アレンタウンで最後まで残っていたカトワールシルクミルも1989年に閉鎖した。1905年、マックトラックスがアレンタウンに移転してきて重工業の中心的存在になった。今日のアレンタウン経済はペンシルベニア州の他の地域と同じくサービス産業が中心となっている。アレンタウンは 北緯40度36分06秒成形75度28分38秒。北緯40.60167度成形75.47722度。40.60167-75.47722に位置する。アメリカが州国統計局によると、総面積は46.5平方キロメートルである。うち45.9平方キロメートルが陸地で。 残り0.6平方キロメートルが水域である。アレンタウンの気候は蒸し暑い夏と温暖な春、秋、寒い冬に特徴付けられる四季のはっきりした気候である。欠片の気候区分ではフィラデルフィアやニューヨークと同様温暖湿潤気候に属するが内陸に入る分沿岸部よりも冬の寒さが若干厳しく実際には亜寒帯湿潤気候に近い。 天候は、市の北にある標高1000から1600フィートのブルーマウンテンと、市の南園にある標高500から1000フィートのサウスマウンテンの影響を受ける。1月の平均気温は、最低が低、摂氏6.7度、最高が摂氏1.7度である。7月の平均気温は、最低が摂氏17.8度、最高が摂氏28.3度である。 観測史上最高気温は1966年に記録した摂氏40.6度。観測史上最低気温は1912年に記録した摂氏26.7度であった。降雨は年間を通して平均的にあり、1月8から12日程度の降雨日がある。初秋と中東はやや乾燥する。降雪量は年によって差があり、あまり降らない年もあれば何回も。 大量の吹雪が襲う年もある。1月2月の降雪量は20センチメートルを超える。年間降水量は約1100ミ、mm、リメートル。年間降雪量は約80センチメートルである。2007年のピープルビル2006年に FBI に報告されたアレンタウンの刑事犯罪には約800件の凶悪犯罪と7000件以上の窃盗犯罪がある。 過重暴行という例外はあるものの、アレンタウンはあらゆる犯罪の分類において全米の平均値を上回っている。最も甚だしいのは放火事件数が全米平均の2倍近いことである。他に全米平均を上回っている犯罪は強盗、殺人及び強姦である。アレンタウンで報告された凶悪犯罪の総数は2003年の全米平均に近い。 一人当たりの犯罪率を全米平均と比べると、強盗で一点五四倍、殺人で一点四七倍、強姦で一点三二倍及び過重暴行では零点五七倍となっている。アレンタウンで報告された、窃盗犯罪の総数は二千三年の全米平均の一点二一倍であった。一人当たりの犯罪率を全米平均と比べると、放火で一点七一倍、住居侵入窃盗一 23倍、窃盗1.22倍及び車窃盗1.08倍であった。ギャングの存在、編集アレンタウンの犯罪統計は、ギャングが関わる犯罪とギャング間構想の増加で高くなっている。アレンタウン地区は、国内でも最も暴力的な単一ギャング組織と考えられている MS-13 のいくつかの根城の一つである。他にも、 悪名高い暴力的ギャング組織であるブラッジも市内に存在する。この二つやクリップスを含むギャング組織はギャングシグナルと呼ばれる落書きにも関与しており、典型的なものはあるブロックにギャングがいることを示し、時には近い将来に報復として行われる暴力沙汰や他の犯罪を予告していることもある。近年は違法な薬物取引や売春も増加傾向にある。 ピープルのビルはアレンタウンで一番背が高い。前景にあるのがアルバータス・エルマイヤーズ橋アレンタウンの主要製造業が過去20年間に姿を消した一方で街にはいくつかの大規模世界的企業の本社が存在し続けている。例えばアジアシステムズ、エアープロダクツケミカルズ、マックトラックス、オリンパスコーポレーションに u s a ピープルなどである。 アレンタウンで最大の雇用主は、リーハイバレー病院健康ネットワークであり、7800人を雇用している。アレンタウン出身もしくは在住の人物。アレンタウンは、その武骨なブルーカラーの街という、国民的評価によって、大衆文化の中で何度も引き合いに出されている。アレンタウンに本拠を置く新聞は、日課。アレンタウンは、フィラデルフィアメディア市場の一部である。ただし、 ニューヨーク市やスクラントン、ウィルクスバレのラジオ、テレビも視聴できる。アレントンには2つのテレビ局がある。WLVT チャンネル39と WFMZ チャンネル69である。またアメリカ合衆国の中で2つのケーブルテレビ局がある数少ない都市の一つである。RCN とサービスエレクトリックである。合衆国の大半の場所では市政府との排他的契約により、 ケーブルテレビ局が一つである。両者それぞれに地元に根ざす番組を制作している。アレンタウンはアービトロンのランク付けでは全米で68番目のラジオ市場である。アレンタウンとそのキングオのラジオ局は以下の通り、アレンタウンの教育はアレンタウン通学区によって運営されている。これはペンシルベニア州では4番目に大きな学区であり、17,521人の 学生がいる。市内には2つの高校があり、ウィリアム・アレン高校は主に市の南部と西部の高校生向け、ルイー・ディラフ高校は主に市の東部と北部の高校生向けである。市の領域外ではあるが、エマオ高校、パークランド高校、ホワイトホール高校、ソールズベリー高校及びキャタソーカ高校の5校も学区に含まれる。アレンタウン地区の各高校は、 リーハイバレーカンファランスで運動能力を競い合う。ただし、やや生徒数の少ないソールズベリー高校とキャタソーか、高校は参加しない。アレンタウンの高校は、ジェイバーニークラムスタジアムをホームグラウンドとしてアメリカンフットボールを行う。この競技場は1万5千人の収容力があり、勝手は州内でも最大の高校用競技場として有名だった。 この学区には4つの中等学校がある。フランシス・ディー・ローブ、ハリソン・モートン、サウス・マウンテン、トレックスラーの各中等学校である。グレード5まで小学校は16校あり、セントラル、クリーブランド、ハイラム・ W ・ドット、ジャクソン、ジェファーソン、リンハイ・パークウェイ、リンカーン、マッキンリー、ミッドウェイ・マナー、モッサー、ミューレンバーグ、リッター、ルーズベルト、シェリダン、 ユニオンテラス及びワシントンの各小学校である。いくつかの中等学校は5年生でも入れる。アレンタウン通学区にはロバート・クレメント・チャータースクールがあり、主にグレード6から12までのヒスパニック系生徒を教育するタイトル1のチャータースクールである。教区経営の高校が2つ、アレンタウン・セントラル・カトリック高校とリーハイ・バレー、クリスチャン高校があり、市内と近郊から生徒を集めている。 他に、アレンタウンにある、教区経営の学校には、カセドラル・オブ・セント・キャサリン・オブ・シエナ・スクール、ホーリー・スピリット・スクール、リーハイ・クリスチャン・アカデミー、マーシー・スペシャル・ラーニング・センター、アワー・レディ・ヘルプ・オブ・クリスチャンズ・スクール、セイクリット・ハート・スクール、セント・フランシス・オブ・アシ,シス・スクール、セント・ポール・スクール及びセント・トマス・モア・スクールがある。アレンタウンの教区経営学校が、 ローマカトリックアレンタウン教区によって運営されているグレース・モンテッソーリースクールは修学前と低学年のためのモンテッソーリー学校でありグレース・エピスコパル教会の奉仕活動として運営されている無宗派の私立学校スウェインスクールは1929年の創設であり市内にある4年生のカレッジが2つシダークレスト大学とミューレンバーグカレッジが市内にある アレンタウンはフィラデルフィア・フィリーズ参加のトリプル a 級リーハイバレー・アイアンピックスのホームタウンである。ホームスタジアムはアレンタウンの東側に位置するコカ・コーラ・パークで最大収容人数1万人の天然芝の球場である。また、1997年から2003年までノーザン・リーグに所属したアレンタウン・アンバサダーズの本拠地でもあった。市の玄関口となる。 商業空港は、リーハイバレー国際空港であり、市の北東3マイルのハノーバータウンシップにある、またアレンタウンクイーンシティ市民空港があり、日本の滑走路を備えた民間航空設備として、連邦航空局の東部地区により2006年の民間空港賞を受賞した。クイーンシティ市民空港は、ゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機の発着に主に用いられている、 空港である、市内の公共輸送は、リーハイノーザンプトン交通公社によって運営され、リーハイ郡とノーザンプトン郡にバス路線がある。民営バス路線では、毎日ほぼ24時間、ニューヨーク市の港湾公社、バスターミナルやフィラデルフィア、アトランティックシティなど多方面に往復便を走らせている。アレンタウン地区には4本の高速道路が走り、 市内に入る出口がある。市内に入る、主要道路は9本ある。ペンシルベニア州道987号線、シーダークレストブールバード、フラートンアベニュー、ペンシルベニア州道222号線、リーハイストリート、マウチチャンク道路、ペンシルベニア州道145号線、ティルマンストリート及びユニオンブールバードである。アレンタウンは、民営鉄道の地域中心である。現在、 ノーフォークサザン鉄道の主要操車場がアレンタウンにある RJ コーマン鉄道をも乗り入れている。昔はセントラルレールロードオブニュージャージー、コンレール、リーハイアンドニューイングランド鉄道、リーハイバレー鉄道及びレディング鉄道が来ていた。現在は旅客用鉄道がないがアレンタウン地区で買っては 旅客用に使われていた駅のいくつかが現在の民営用途によって保存されている。サウスイースタン、ペンシルベニア交通公社との契約で、コンデールが運行したベスレヘムフィラデルフィア線の一部が最後の公営鉄道であったが、1979年に営業を止めた市民公園の多くは実業家、ハリー・クレートレクスラーの努力に介せられる。 トレックスラーは1900年代初期の都市美運動に刺激され、当時は市の高級住宅街だった地区に6.59エーカーのウエストパークを作った。トレックスラーはトレックスラーパーク、シーダーパークウェイ、アレンタウン市民ゴルフコース及びリーハイパークウェイ沿いのトラウト保育園の開発も援助した。トレックスラーはトレックスラートラストの開発も責任を持って行い、 今日のアレンタウン公園システムの維持と開発のための個人基金を供給し続けている。アレンタウンの市民公園には200年記念公園、シーダー、クリークパークウェイ、イーストサイド貯水池、キムメッツロックパーク、リーハイ運河公園、リーハイパークウェイ、オールドアレンタウン墓地、ジョーダンパーク、サウスマウンテン貯水池、トレクスラー記念公園、トラウトクリークパークウェイ、 ユニオンテーラス及びウエストパーク6.59エーカーがある1986年に始まった芸術と工芸の祭りメイフェアフェスティバルオブジアーツは毎年5月にシーダービーチパークで開催されるグレートアレンタウンフェアは毎年9月初めにアレンタウンフェアグラウンズで開催されここでの開催は1889年から続いている 最初のアレンタウンフェアは1852年に開催され、この時から1889年までは5番街と6番街の間のリバティストリートの北にあるオールドアレンタウンフェアグラウンズで開催されていた。J バーニークラムスタジアムでは1995年以降毎年カレッジエイトマーチングバンドフェスティバルが開催され、その他のマーチングバンドフェスティバルや競技会も開かれる。 市内には2つの大人数収容屋外スタジアムがある。コカ・コーラ・パークは7000席の収容力があり、2007年に建設され、リーハイバレーアイアンピックズのホームグラウンドとして使われる。J バーニー・クラム・スタジアムはリーハイバレーカンファランスのフットボールや他の目的に使われ収容力は1万5000席を超えている。大規模の屋内スタジアムはないが、主要な屋内スポーツや、 コンサートなどの行事は、隣のベスレヘムにある、ステーブラーアリーナで開催される。市内にある、その他のリクレーションの場所としては、アレンタウン市民ゴルフコース、シガダービーチプール、ドーニーパークワイルドウォーターキングダム、ファウンテンプール、アービングプール、ジョーダンプール、リーハイバレー動物園及び、マックプールがある。主要記事、W、リストオブヒストリックプレシズインアレンタウン。 ペンシルベイニア主要記事、W. カルチャー・オブ・アレンタウン、ペンシルベイニア・アレンタウンの都市圏を形成する、各軍の人口は以下の通りである、アレンタウン・ベスレヘム・イーストン都市圏以下に、アレンタウン市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。双子、ありがとうございます。